今日はダのヒーローを2人に来ていただきました。宗優馬選手、森友哉選手です。まずは宗選手、同点のタイムリースリーベース、お見事でした。ありがとうございます。あの打席はどんな狙いだったんでしょうか。フルカウント追い込まれてたんで、外野も前に来てましたし、さすがの僕でも超えるかなと、はい、そういう期待をちょっと抱きながら、コンタクトに集中しました、はい、しっかり振ってセンターの頭上抜けていきました。あのバッティング、どんなバッティングになりましたか。少しバットの先で、センターの西川君もすごいいい守備してたんで、ちょっともしかしたら取られるかもしれないと思いながら、でも、はい、抜けてくれたんでよかったです、はい。今日は先制のタイムリーも放ち躍動しています。どうでしょう、状態というのはどうですか。いいと言いたいです、はい、いいです。ありがとうございます。バファローズはこれで7連勝ですけれども、優勝を決めてからの試合、好ゲームが続いています。このあたりはどう感じていますか。みんなちょっと背負いすぎていたところがあったのかなと思うんですけれども、優勝決まって、抜くことなく全員ができているんじゃないかなと、はい、思います。さあ宗選手、お隣の森選手の決勝のホームランはどうご覧になりましたか。いや、半端ないなと思いました。その半端ねえなの森選手にお聞きします。決勝のホームランお見事でした。ありがとうございます。あの打席はどんな狙いだったんでしょうか。ツーアウトやったんで、はい、ホームラン狙ってました。狙い通り一発で仕留めました。手応えというのはいかがでしたか。はい、完璧でした。上段まで行きましたでしょうか。かなりの飛距離があったと思いますが、あの飛距離というのはどう感じました。いや、5階席までまだ打ったことなかったんで、はい、初めて打つことができました。昨日は逆方向への先制ホームラン、そして今日は決勝のホームラン、価値のある一発が続いています。それに関してはどうでしょうか。そうですね、粘り強い試合が続いている中で、こうやって活躍することができて、はい、すごい嬉しいです。それからバファローズファンからは森選手の規定打席への期待、それから今頓宮選手がいる首位打者というところも見えるかもしれません。そのあたりの期待もファンの方高まっていると思います。どう感じてますか。そうですね、規定は立ちたいですし、ちょっと頓のことをビビらしたろうかなと、はい、思ってます。頓宮選手も見ていると思いますので、ぜひビビらせてください。頑張ります。さあ明日もバファローズここでゲームが行われます。お二人から一言ずつファンの方いただけますか。まず宗選手から。はい、いつも応援ありがとうございます。明日も絶対に勝つ。ありがとうございました。では森選手お願いします。はい、今日遅くまで、熱い声援ありがとうございます。明日も勝ちます。応援よろしくお願いします。おめでとうございます。バファローズ今日のヒーロー、宗選手、森選手でした。7回の裏同点打の宗、そして8回の裏決勝ホームランの森、この2人のヒーローインタビューでした。いや、坂口さん、2人とも最後は同じコメント、明日も勝つでしたね。まだまだ、勝ってね、球団の記録もありますから頑張ってほしいですね。宗選手は今シーズン長打増やしたいと話す中で、ちょっと思うように長打は出ていなかったんですが、7回の裏貴重な1本でしたね。そうですね、こうやっぱり、勝負強いと言いますかね、打線においてね、こうもっともっと数字を上げてほしい選手ですよね。本当に CS でどれぐらい暴れてくれるのか、はい、楽しみですね、宗選手ね。楽しみですね。そして森選手からホームラン狙っていたというコメントもありました。そうですね、すごいなと一言ですよね。宗選手は森選手のホームランに問われて、ついて聞かれて、
半端ねえなというコメントを残していましたが、もう本当にこうみんながそんな感じじゃないですかね、言葉がないというか本当にすごいなという、本当に見入ってしまうような、